こんばんは、始まりましたドレスキーとコレスキー、ハライチの岩井ゆきです。アシスタントの前田のぞみです。お願いします。はい、今回のゲストは前回に引き続き、応援歌が代名詞の3人ボーカルユニット、ベリーグッドマンからロバーさんが来てくれます。ロバーさん面白いですよね。めちゃくちゃ面白いですね、うん、岩井さんは丸1日休みだって日はあるんですか？あります。ありますか、うん、そういう日は何をしてるんですか？1日休みだって日か、はい、いやー、まあスケート。スケート？インラインスケートやってるんですけど、それやりに行くか、スケート。なんかでも一番いいのなんだろうな。一番いいのは、はい、もう昼から麻雀、麻雀行っちゃって、で夕方ぐらいにやめて。うん、で飯食って友達と飲んで、はい、でその後麻雀行くかな。めっちゃ麻雀する。麻雀それが一番いいかな。麻雀ちょっと始めたいなって思ってるんですけど、うん、できるんですか？麻雀はね、始めなくていいと思いますよ。始めない方がいいですか？うん、ろくなことないと思います。そうなんですね。めっちゃでも麻雀やってる方からめちゃくちゃ面白いよって聞くんですけど、それもろくな友達じゃないですよ。それが、ね、その人との関わりは切ってください。やられてるのにやめてください。そうです、やってる私が言ってるんですから。はい、やめます。やめた方がいいです、本当、うん、その人との関わりも切ってください。そんなに、そうなんだ。そうです、はい、はい、始めます。音楽バラエティドレスキーとコレスキー。さあ、今回のゲストは前回に引き続きベリーグッドマンからロバーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は番組名にちなんでロバーさんのこれ好きなことを聞いていきたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。ロバーさんのこれ好きなことがこちらです。うん、猫、お笑い、洗濯と乾燥、いいですね、はい、ということです。まず猫からいきますか。はい、うん、猫を飼ってまして。あ、飼われてるんですね。そうです、うん、いいですね。チャトラ猫ちゃんと、足長のマンチカン、うん、あ、これですね。あら、かわいい。かわいい。いいですね、はい、足の間に。かわいい。何ちゃんと何ちゃんですか？ね、茶色がユキチくんで、ユキチ、その桃色が、うん、桃之助くん。桃之助くん、かわいいですね。かわいい。いやー、すっごい仲が悪いんですよ、ね、仲悪いんだ。悪いんだ。こんななんか仲良さそうにしてますからね、ね、うん、結構奇跡の写真、奇跡の一枚なんだ。、はい、結構ね、そのかわいい、かわいい、どっちもかわいいですけど、あのピンクっぽい子の方が、はい、気性が荒くて、すぐ噛みつくんですよ。そんな感じしないな。全然しない。そ、意外性が可愛いんですけど、でなんかすぐ噛みついて、で茶色のユキチがすごい我慢、溜め込むタイプなんですよ。やられてももう僕の顔を見たりとかして、今はまだ行っちゃダメなタイミングだよねみたいな。本当は切れたいんだけどみたいな。そうか。で、まあ、ユキチありがとう、ユキチありがとうって言って育ててるんですけど、うん、そうかそうか、たまにもう爆発する時はどっかでね、はい、夜中1時から朝5時まで叫んでますね。はい、ずっと相当ストレス溜まってるんだろうな、はい、もう本当に溜まってますね。めちゃくちゃ仲良さそうに見えますよね。全然そう見えないな。結構わ悪いですね。かわいい。お笑いはですね、なんでこんなに好きなのかはちょっとわからないんですけど、うん、もう小学生の時から土曜日とか家に帰って、うん、母親はまあ仕事に行ってて、はい、自分でこうラーメンとか作って、うんうんうん、すすりながら吉本新喜劇を見るっていう、そうか、そっち、やっぱそういう文化だったんですけど、うんうん、で吉本新喜劇の座員さんになりたいなっていう夢がもともと、はい、ありまして、でそれで結構それがルーツで、そっち行こうとはなんなかったですよ。でもね、うん、そうですね、うん、あのギターとかピアノとか習ってる時にそっちの方がなんか向いてるかなというか、うん、はい、結構小学校の時も滑ってたんで、はい、あとはこう吉本超合金っていう番組をもう食らいつくように見てて、当時あった藤原さんのとかの番組なんですけど、なるほどね、だからそれはすごいこう楽しかったですね。誰が一番好きだったんですか？お笑い芸人さんですか？はい、うん、ハライチさんです。いやいやいや、確実な嘘やめてください。嬉しくないですから。本当に誰がとか分かんないですけど、大阪の、ね、芸人でもないでしょ。でももう本当に
もうあのダウンタウンさんとかやっぱりめちゃめちゃやっぱそうなんですね、はい、ごっつええ感じとかやっぱ見てましたし、うん、見てたんだ、はい、あれ前田さんって、はい、なんか誰かいいんですか好きな芸人好きな芸人さん、うん、岩井さんです。いやちょっとその接待のやつやめて岩井さんです、うん、その本当です。いやその俺の圧があるみたいな感じになっちゃうからその岩井さんです。いいですもう大丈夫です、はい、特に岩井さんです。いやいや一緒ですね。変な番組になるからはい。そして選択と感想ということで、はい、ライブで地方に行ったりとかするとライブ衣装をがびちょびちょになったままこう打ち上げに行くとかっていうのがちょっと気持ち悪くて、洗濯をしてでピッてやってお金入れて回してる間に打ち上げに行って、あ40分経ったなで一回ホテル戻って乾燥機に入れて打ち上げに戻るっていうなんかこう気持ちいい。じゃ途中で抜けるんですね。絶対抜けるんですよ。でそれがちょっとこうまあ一つ嘘があるんですけど、最近はそのスタッフさんに洗濯機から乾燥機に掘り込んでおいてくださいっていうのはやっぱりやっちゃいます。それはちょっとだけイメージ変わりました。そうなんですよ。最初の話からの。で後で何百円か渡すっていうそのなるほどね、それはちょっと今思い出してひどいやつやなと思いました。それはそっか、絶対にマストでやりたいんです、ね、やりたいんですよね。だからこれ好きなものに入れちゃダメかもしれないですね、この、はい、人にやらせてる。確かにな、はい、うん、させるのが好きって書いてもいいさせるのが好きっていう書くべきですね。させるのが好き、はい、今後そうしてみてください。そうですね、はい、絶対そうします。どれこれ。さあということで美咲さんからコメントが届いてますんでご覧ください。ドレスキーとコレスキーをご覧の皆さん、岩井さん、前田さん、はじめまして、美咲なこです。私、7月24日にセカンドシングル小さなつぼみをリリースさせていただきます。ありがとうございます。こちらの楽曲はテレビアニメ魔導具師ダリアはうつむかないのオープニングテーマも担当させていただいておりまして、自然と前を向けるようなすごく爽やかな楽曲になっているのですが、それと同じくらいミュージックビデオもいっぱいの自然の中で緑と海といろんなものに囲まれてすごく楽しく撮影をさせていただきましたので、そちらも合わせて楽しんでいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。これからもっともっと活動を頑張って、私の歌っていうのをたくさんの方に知っていただけるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。以上、美咲なこでした。これこれ。ここからはこの企画、さまざまなトークテーマで新たな魅力を発見、どれこれボックス。よっしゃー、イエーイ。はい、そちらのボックスから出てきたトークテーマに沿って話していただきます。はい、はい、じゃあ、お願いします。いきます。じゃん、じゃん、これって私だけな癖。癖ね。僕そのロバーという名前なんですけど、はい、こうメンバー内で、うん、最近流行りだしたのがロバってるっていう言葉がこう生まれて、あ、なんかヤバそうっすね。そうなんですよ。で、僕独特なミスり方とか、うん、考えの間違い方とかのことを、はいはい、こう注意するまでもないような、うん、ちょっと冷ややかな目で見られてる状態のことなんですよ。はいはいはい、まあもう注意するのもめんどくさいって思われてるような感じの、そんなこと、うん、大人なんだか分かってるだろうみたいなことをやっちゃったりするらしいんですよ。はい、例えばどういうことなんですか。なんかまだ僕は納得できてないんですけど、まだね、まあそのロバってるわけですからね。はい、僕は本人なんで、はい、空港にこうメンバーとかスタッフさん集まって、はい、が大きなこうバスみたいなのでライブ現場に行くときに、はいはい、じゃあ行きましょうかっていうときに、うん、すいませんちょっとトイレ行ってきていいですかって。うわ、ロバってるわ。ロバってるかも。子供すぎますってちょっと。なんかすごいおしっこ行きたくなるんですよ。子供だな。なんかファミレス出た瞬間にトイレ行きたいとか言い出してね。そうなんです。ロバってます。それは。ロバってるわ。それとか、まあその時はちなみにトイレ戻ってきたら、ちょっとそこにさつま揚げ売ってたんで買ってきていいですか。うわ、ロバってるわ。ロバってるかも。一番ロバってるのは、皆さんも食べますかって言ったらしいんですよ。いらない、いらない、いらない。いざ出発する時に、はい、他もなんかいっぱいあるんですけど、待たせてんすよ。ね、そういうことですね。うん、今気づきました。使えるかもですね、ロバってる言葉。ロバってるね。使えるかも。そうですよね。どれこれ。はい、続いてはベリーグッドマンさんの最新リリース情報です。
6月19日にガッツポーズという楽曲、そして7月8日にワンダフルデイズという楽曲を2ヶ月連続で配信リリースされましたね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。それぞれどんな楽曲になってるんですか？そうですね、ガッツポーズっていう曲はこう新生活にこうまだ慣れていない方とか、ちょうど疲れが出てくる頃の方とか、毎日何かに戦っているという方々にこう届けたい応援歌なんですけど、我々はこう応援歌でこう甲子園球場まで行けたと思ってて、なるほど。ただいろんな形の応援歌じゃないとちょっと暑苦しいだけで終わっちゃうかなということで、ちょっとこう爽やかさだったりとかフレッシュさを結構用いた楽しい一曲になってると思いますね。確かになんか落ち込んでる時ガツンとした応援歌聴かない時もありますもんね。そうです、刺さりすぎてしんどいみたいな。であるあの友人にはあのロバート、ちょっとベリーグッドマンは背中を押しすぎてると気ぃつけた方がいいと押しすぎてる、聞かないけど逆効果の可能性もあるっていう逆効果っていうことがあって、そこまで押してほしくない時もあると、確かになんかこう楽しい歌も作ってくれって言われたことがあったので、ちょっと結構甲子園終わりの新しい11年目はこういうスタイルで行こうかなっていう。そして、はい、そしてワンダフルデイズという楽曲の、はい、こちらもあの応援歌だったり、こうポジティブソングなんですけど、かなりポップで、ちょっとこう僕が最近好きなゴスペルっていう、こうみんなでこう一緒に合唱できるようなテイストの曲になってるんですけど、こちらもあの新しいことにチャレンジするとかっていうジャンルの人たちに聴いてほしいような感じの曲になってますね。アスリートの方とか、それはプロアマ問わず、いろんなスポーツとかで頑張ってる人にこう前向きに行くみたいな気持ちをこうポップに歌ってるっていう感じですかね。いつもこういう曲作る時に具体的にこの人を思い浮かべたりもするんですか？めちゃめちゃしますね、はい、まず一番思うのは、伴奏の軸となるコードの音とかを頭で鳴ってるものを、じゃあピアノギターとか、でそれがバチって決まったら人が出てきますね、そこから。あ、なるほど。こうニョキニョキっとこの人に向けたものがこの人なんだっていう。へー、このワンダフルデイズはなんかイメージ的にはこう自転車的なものに乗ってジャンプとかする若い 10代とか中学生ぐらいの女性の、女性、女の子のなんか活発な動きみたいなのが見えた。へー、そんな感じなんだ。 BMX みたいな、 BMX みたいな、そういう、なるほど、こう新しいジャンルのアスリートスポーツを果敢に挑戦する人みたいなとか、なるほどね、そういうイメージですね。そうか、そうやって作られてるんですね、はい。そして最新曲のワンダフルデイズの MV はどのような映像になってますか？これはですね、こうみんなでこうワイワイっていうのを映したかったので、本当のマジの友達とか呼んで、エキストラでなんかピザとか食べたり、ジュース飲んだりしてこうクラップして盛り上がってる映像も入ってるっていう。もうアーティストじゃない人たちもいるってことなんですか？そうですね、なんかあの何でしたモデルさんとか、俳優志望の方とか、あ、じゃあもう自然な笑顔が出てるかもしれないですね。はい、そうですね、 MV で、はい、はい、ということで皆さんもぜひチェックしてみてください。お願いします、お願いします。どれこれ、ここで視聴者さんからのメッセージです、はい、ペンネームレイさん、ありがとうございます。いつも2人のやり取りを楽しく拝見しています。どうも。音楽番組ということで、最近の2人の好きな音楽のジャンル、行ってみたいアーティストのライブとか聞いてみたいです。これからも応援してます。どれこれ大好きです、とのことです。前田さんの音楽の好きなジャンルあるんですか？私は結構バンド系が大好きなんですけど、意外と、はい、そうなんですよ、好きで。なんか言ってたの、あれ何、あマジックオブライフさんですか、すごい私好きで、好き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 ってもういろんなとこで言ってたら、ミュージックビデオに出させていただいたんですよ。すごっ。そうなんです、めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ嬉しくて、本当に。え、どういう感じで、どういう感じで、どういう感じで出てんの？あ、もう主人公、主人公として。やばやばいですよね、話聞いてもうすぐやります、絶対やりますって言って。はい、それはじゃあもう会えたってこと？会えました。なんか話したの？いや、もうでもすごい好きなの伝わって、なんかいつも見てましたみたいな言ってくださって、はい、逆か、逆に、はい、逆にもう伝わって、それが嬉しかったですね。最近行ってみたいバンドライブか、
最近行ってみたい。あ、でもね、はい、一回行ってみようかなと思ってるのは、うんうん、まだ行ったことなかったんだけど、はい、この間一応ね、なんか俺がこの MV 見るコーナーで見たんだけど、はい、トゥルーさんってね、はい、アニソンをやってる歌手の方がいて、で響けユーフォニアムっていうね、アニメが放送、まあ今されてるんですけど、はい、その主題歌もやってんだけど、その人のライブは一回行ってみたいね。どういう感じでいいんですか？うん、ね、パワフルだし、はい、なんか歌がめっちゃうまいんだよね。へー、うん、なんか強い、歌声が、言ってることが強いわけじゃなくて、なんか歌声が強いっていうか。聞いてみたい。うん、なんかでかい箱で聞いてみたいなって思ったんだよね。いいですね。うん、はい、という感じです。はい、そしてレイさんにはこちらの番組のステッカーをプレゼントします。うん、いつも何枚とか言ってるのは今回は。1枚。1枚ですか？1枚。2枚。渾身の1枚は。渾身の1枚です。1枚で、はい。どれこれ？前田告知ちゃん。イエーイ。さあ、前田さんがクイズに正解すると告知できますんで、はい、頑張ります。はい、いきます、はい、問題。ゲストのベリーグッドマンさんが結成5年で果たした結成当初の彼らの夢は何々城ホールでのワンマンライブだったでしょうか。何城ホール、何城ホール、城は何だか分かります？城、うん、そうです。大阪城。大阪城でいいですか？はい、大阪城ホール。はい、何ですか？変えますか？変えない。何だと思ったんですか？ナンバみたいな。ナンバ城ホール。どっちですか？いや、大阪城です。はい、大阪城ホール。正解です。分かった。大阪城ホールって声に出してみてピンとこないもんなんですか？聞いたことない大阪城ホール。いや、聞いたことあります。あるでしょ。はい、うん、他になんかあったのかな。ナンバー城ホールなんか聞いたことないよ。はい、うん、さあ告知することできます。分かった。どうぞ。はい、私の写真集ネバーが発売中です。皆さんぜひチェックしてください。お願いします。バイバイ。